鈴木は2回の2点2塁打は追い込まれてから、外のまっすぐを逆らわずに右翼へ運んだもの。6回も右翼へ追っつけて、貴重な追加点となる犠牲を打った。鈴木は今、風も強いし、あんまり長打狙いに行くといい結果が生まれないというのはみんなわかっている。それは僕も何年かプレイしていて気づいたこと。そんなパワーはないですしと語った。一方で、同学年で仲がいいドジャースの大谷は2試合連発の2号アーチを右翼席へ運んだ。彼に風は関係ないでしょうねと規格外のパワーに舌を巻いた。また、日本人対決には、やっている本人はそんなに気にしていないが、ああいう翔平のホームランとかを見るとやっぱりすごいなと思う。自分もまだまだだなと思う。頑張らないといけないとコメント。いやいや鈴木誠也もすごい活躍よ。今日の試合ホームランでなくても結果的に鈴木選手の3打点が決め手だぞ。十分すごいこと。侍の4番の貫禄よ。鈴木誠也もいいところで打ったよね。あのビッグイニングのおかげで結局最後まで並ばれなかったし逆転もされなかった。今日も大貢献だよ。日本人ファンにとって、2人の活躍は勝敗に関係なく最高のプレゼント。体勢崩されてほぼ片手で打ってこれですからね。なんでそれがスタンドインするのってみんなが思ってしまう大谷さん本来の調子が戻ってきた。大谷、鈴木、最強打順2番を任されているのがすごいね。明日山本、明後日今永勝ってくれ。聖夜も今年は MLB に来てからキャリアハイの成績残せるんじゃないかって多くの日本のファンは期待してますよ。ドジャースの快進撃をストップするのが聖夜ならしょうがない。聖夜いいこと言うな。ホームラン王争いにしていたら面白い。だが、ここはメジャーだから甘くないから。鈴木聖夜、今季こそ怪我なくシーズンを完走してほしい。30発は打てると思ってる。日本人選手が活躍してくれるのは、勝ち負け関係なく日本人として嬉しい。あ、そうか、鈴木聖也が打ってドジャース負けたのか、なおとは残念だが、両選手の活躍はいいね。